五所川原高層事件とは、1948年6月23日に、青森県北津軽郡五所川原町で発生した、高層事件。1948年6月20日、五所川原町の北都グランドで、町立五所川原小学校の運動会が開かれた。そこで一人の野手が在日朝鮮人と喧嘩し、その野手が袋叩きにされる事件が発生した。 野シと朝鮮人との間で険悪な雰囲気が漂い始め、一触即発の事態を迎えつつあった状況下、町内の特殊料理店で野シ6人が有境にふけている情報が朝鮮人側に入り、これを機に反撃することになった。1948年6月23日午前3時頃、野シがいる特殊料理店に朝鮮人約15人が棍棒を持って押しかけ、 ヤシらと乱闘となった。地元の五所川原町警察は直ちに現場に急行し、ヤシと朝鮮人は合わせて18人を逮捕した。この事件は直ちに周囲に伝わり、県内だけでなく、東北各地から多くのヤシや朝鮮人が応援に駆けつけた。五所川原町警は、国警青森県本部や地方軍西部に救援を依頼した。 警察はこれらのヤシや朝鮮人を捕まえてはトラックで五所川原郊外に強制退去させたが、それ以上の勢いで、続々とヤシや朝鮮人が駆けつけ、すでに郊外に退去させられていた者も,も再度突入を図ろうとしていた。ここに至り、地元の県議会議員である三和誠一が、調停役を買って出て、ヤシや朝鮮人の代表者を自宅に招いて、調停を行った。 その結果、過去のことは一切水に流す。不穏な事態が起こりそうになったら責任者に連絡を取って防止に努めるの2点を制約し、何とか和解にこぎつけた。ありがとうございます。